アロイス・フランツデ・デパウラ・フォンウントツー・リヒテンシュタインは、オーストリア・ハンガリーの貴族、政治家、社会運動家、ボヘミア系の大貴族リヒテンシュタイン家の講子。リヒテンシュタイン公、アロイス2世の弟フランツと、その妻のユリア・ポトツカの間の次男として生まれた、リヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ2世の王子にあたる、一族や、親類の家用ウィーンの書店中等教育学校で、 学んだ。1873年まではロンドン及びベルリンで外交官として勤務し、1878年から1889年まで帝国衆議院議員を務めた。1881年から1889年まで保守派の中央会派に属し、1888年から1889年まで同派の会長の職にあった。 1875年より、カール・フォン・フォーゲル・ザンクと、1887年より、カール・ルエーガーと親しく関わるようになり、アヒルの夜会と呼ばれるカトリックス派の指導的政治家となった。1891年より、キリスト教社会党に所属し、1911年まで、同党の議員として、衆議院議員を務めた。1906年から1918年までは、 ニーダー・エース・ターライヒ州の衆議会議長も務めた。1907年には、ドイツ人のカトリック保守派とキリスト教社会主義の合同を実現した。1910年に、ルエーガーが死ぬと、1918年まで、キリスト教社会党の党首と務めた。1911年には、貴族院議員に任命されたが、この頃から、病がちとなり、政治活動にも支障が出た。 キリスト教社会主義の活動家として、教皇レオ13世の社会改革思想に基づく宗教学校を創設した。アロイスはその政治姿勢から赤いプリンスと呼ばれるようになった。アロイスは1872年にイングランド人の外交官第4代ホランド男爵ヘンリー・フォックスの幼女マリー・フォックスと結婚し、マニ4人の娘を設けた。マリーと死別後、 1890年に、宮廷御用達の銀細工士、ヨーゼフ・カール・クリンコッシュの娘、ハンナ・クリンコッシュと再婚したが、間に子供はなかった。最初の妻マリーとの間に4人の娘を設けた。ありがとうございます。